おちんです。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日は最強キャラランキングのフォルムチェンジ編やっていきたいと思います。フォルムチェンジをするキャラクターは7体いるんですけども、誰が1位で誰が7位なのか行ってみましょう。それでは第7位、ドレイクですね。見た目が好きなだけにちょっと残念です。火力が足りないんですよね。パワータイプになるので、もう少し火力を増してくれても良かったのではないでしょうか。チャージさんのタックルが結構強くって、雑魚をまとめて倒すことができます。でも、ボスを倒すほどの火力はないんですよね。この攻撃にボスを倒せる火力があれば、タイムアタックで使えて、ものすごく強かったんですけども、ちょっと残念なキャラですね。第7位、ドレイクです。それでは第6位、ルフィですね。ダウンロードコンテンツ第4弾の注目キャラクターだったんだけども、スカイタイプとなかなか残念な結果でした。スカイタイプでも別に良かったんですよ。良かったんだけども、カイドウぐらいの強さがないと、ちょっと納得できない感じですね。攻撃範囲も狭いし、攻撃力もいまいち高くない。もう少しこれ改良の余地があるんじゃないかなと思うんですけどね。今のところほんと残念なキャラです。それでは第5位、ウルージですね。ダウンロードコンテンツ第2弾のキャラクターの中では一番強いキャラだと思うんですけども、なんというか無難なキャラなんですよね。フォルムチェンジでビッグマムやカイドウぐらい大きくなるんだけども、攻撃力、攻撃範囲はそれ以下とちょっと微妙ですね。攻撃のモーションがもう少し違えば、強くなったと思うんですけども、ただフォルムチェンジの時に HP が減ります。これが起死回生の力との相性がいいので、ここは使い勝手がいいですね。それでは第4位、4位はヤマトですね。攻撃速度がとにかく速い。もう目で追えないぐらい速くって、慣れるのに結構時間がかかるかと思います。で、攻撃力が若干低いのよね。フォルムチェンジ前のヤマトの方が攻撃力は高いです。で、スピードタイプなので仕方ないとは思うんだけども、片栗ぐらいね、何かこう強い技があればもっと強かったと思うんですけども、ただ空中での雷鳴発景がめちゃくちゃ強いので、それでよしとしましょうか。それでは第3位です。第3位はビッグマムですね。移動速度、攻撃速度が速くなってすごく使いやすくはなるんだけども、攻撃力が下がる。それがちょっと残念なところですね。決して低くはないんですけども、高難易度クエストになるとちょっと物足りない感じになるんですよね。カイドウみたいにスカイタイプでも超火力があるのであればもっと良かったんだけども、今のところ3位ぐらいかなと思います。続いて第2位です。第2位はスムージーですね。ダウンロードコンテンツ第1弾のキャラクターでダントツ強いと思います。スムージーの強みは何といっても攻撃範囲です。チャージ後の攻撃範囲がとにかく広い。全キャラの中でもうダントツで攻撃範囲が広いキャラクターになりますね。で、攻撃力もそれなりに高いんだけども、もう少し上げてくれてもよかったかな。ボス戦で使うと若干物足りないんですよね。ボスを数パンぐらいで倒せるぐらいの強さがあればもっと良かったと思います。それでは第1位。第1位はもうダントツです。カイドウですね。ドラゴンフォルムになって氷塊を降らせてるだけでもう敵が溶けていくので、もうこれ以上のキャラクターがいないと思います。本当に強い。で、残念なのが、ダウンロードコンテンツ第4弾に出てきた新しいカイドウ。あっちにドラゴンフォルムがなかったっていうのが本当に残念ですね。あっちにもついてればもっと面白かったと思うんですけども、なぜつけなかった。はい、ということで今日は最強キャラランキングフォルムチェンジ編でした。なぜフォルムチェンジしないっていうキャラクターもいるんだけども、とりあえず今いる7体の中での、順位でした。こんな感じです。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。